1、2、三択の野郎マジネタ。はい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 、なんだよ、また手ぶらかよ。おう、いさ、おすんすんすん、おすん、うん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 、もう三回呼ばれてこれかよ。おう、持ってるじゃねえかよ、メロン。やめておくれよ、あと3つくれたらね、メロン。かりんちゃん、何？なんて美しいシルエットなのでしょう。よく自分の影見てそんなこと言えるな。そう思わない？うん、かりんもそう思うよ。理由を聞きましょう。うん、そのシルエットはさ、うん、やっぱスーパーで、うん、うん、スーパー美人猫ちゃんじゃないと映らない影だと思うよ。そう、最高の太陽、そして最高のパーフェクトスレンダーバーディの影なの。あれはキスをしているのか。シルエットにキスを。おお、うん、ああ、スタッフさんのこの撫で方、うん、へったくそなの。もうなんていうの、スピード重視。もうちょっとゆっくり優しく撫でてほしいよね。うん。カリのニット紺色のニット抱きかかえて寝ると。何、ちょっと引っ張らないで。何何、しつこいな。ちょっと伸びるでしょ。おいおいおい、マジかよ。3つ数えるうちにやめないと後悔するよ。1、2、3、三択の野郎、二度と来るんじゃないよ。よし、体勢を整えよう。よし、あお、隙をつかれた。うん、なかなかやるじゃねえか、スタッフさん。この頃流行りの女の子、 PSP の女の子、こっちを向いてお茶い。何だって、なんだか5 5 5 5 5 5、セクシーすぎちゃってごめんだよね。お願いお願い、近寄らないで、お茶いの本音がファインファインしちゃうの。白と黒と茶色の洋服、セクシーファッシュ。セクシー加工しちゃうよね、ファーイ。お、やだ、イヤリング落としちゃったよね。ほら、ちょっとこっち来なさい。ああ、いやだ、こっちに来なさい。ああ、どんどん奥に行ってるようです。仕方ない、黄金の右手。あ、間違った、左手。あ、え、やばい、落とした。純金のチャイのイヤリングちゃん、待ってて。勉強してきた。下手くそすぎて怒るよね。下手くそ。
マジぬか。